ですか？ああ、そうだが。ソロンさん、僕に魔法を教えてほしいんです。大きな魔法の力を手に入れてジャボーを倒したい。ジャボー？君たちが？はい。悪いな、私にはもう魔法は使えない。え、どうしてですか？ソロンさんは全ての魔法を極めた四賢者の一人なんでしょ。何と言われても使えないものは使えない。君は何ですか？あなたたちは誰？まさかこの子、抜け殻人か。はあ、ジャボーに心の一部を奪われた。私のせいだ。私がジャボーに逆らったためにこの子はこんな目に。だから私はもう戦うことをやめたんだ。この子をこれ以上苦しめたくない。この子と二人穏やかに暮らしていくことにした。ソロンさん、違うと思う。え？苦しんでいるのは心を奪われたからじゃない。ソロンさんが戦いをやめて全てを諦めてしまったから。だから彼女は苦しんでる。何？わかるのか？うん。なるほど、そういうことか。私に協力してほしいからわざとそういうことを。え？帰ってくれ。そっとしておいてくれ。誤解です、そんなつもりは。聞いた通り、確かにあの子はジャボーに心を奪われてるようやな。じゃあ探しに行こうよ、あの子に必要な心のかけらを。いや、あの子の場合はちょっと特別なんや。え？あの子の心の輪郭が見えへん。え？どういうこと？あの子はな、心のかけらを奪われてるだけやない。自分自身で心を閉ざしとるんや。まずは心の輪郭を見えるようにせんと、心のかけら持ってきても始まらんで。どうすればいいの？お前の世界や。あの子が心を閉ざしとる原因は、お前の世界の同じ魂を持つもう一人のあの子にあるようやな。一旦戻ってもう一人のあの子を探すんや。うん、やってみる。そうと決まったら一の国に戻るぞ。もう一人のあの子にあるようやな。一旦戻ってもう一人のあの子。
君は？僕はオリバー。あ、怪しいものじゃない。君と同じこの町に住んでる。知ってる。ずっと見てたから。え？私病気なんだ。この部屋から出られないの。外に出ると苦しくなっちゃうから。だから私にできるのはこの窓から見えるものをずっと見ているだけ。せやから窓女ってか。大丈夫や。この世界では俺の声はお前以外には聞こえへん。そう、私は窓女。え、何聞こえとんかい。この街でそう言われてるの。君も知ってるんでしょ。ああ、うん。君だって私のこと不気味って思ってるはずだよ。違うよ、思ってない。いいの、気にしてないから。パパたちに見つかる前にそろそろ帰って。おい、ちょっと。しかし変やで。俺が見たところこの子の体にはどこにも異常があらへん。健康そのものや。そういうの分かるの？これでも大妖精やからな。それくらいは分かるわい。それってどういうことなの？多分病気はとうに治っとんねんけど、あの子の心と体を縛りつけとる何かがあるんやな。どうしたの？あ、いや、その僕さ、また会いに来るよ。え？君がこの部屋から出られないなら、僕がまたここに会いに来る。そしたら友達になれるからさ。オリバー、無理だよ。え？パパが許してくれない。帰って、オリバー。シェリWhat?
Thank you.
オリバー、どうしたの？いや、パパに見つかったら大変。一緒に行こう、シェリー。え？外に出るんだよ。君の病気はもう治ってる。無理だよ。外に出ることを考えただけで胸が苦しくなってくるの。シェリー。行きなさい、シェリー。え？パパ？シェリー、今まですまなかった。私はどうかしていた。病気のお前をほったらかしにして、レイシルともいつも喧嘩をしていた。シェリー、外に出るんだよ。君の病気はもう治ってる。無理だよ。おそらくお前を縛りつけているものはこの私だ。パパ、お前は心のどこかで、自分がこの家から出ていけば、私とレイシルがお前という唯一のつながりを失って一緒にいられなくなる、そう思っていたんだろう。だからお前は、お前の体は無意識にこの家から出ることを拒んでいたんだ。パパ、私もう大丈夫だ。パパもママもな。パパ。シェリー、パパを許しておくれ。羨ましいんか？え？ううん、素直とちゃうの？オリバー。え？私、勇気を出して外に出てみる。私を外に連れてって、シェリー。シェリー。やったよ、やったよ、オリバー。私、外にいる、外にいるよ。なんや、
ええ気分やな。オリバー、ありがとう。なんだこれは。私どうしたのかな。君はジャボーに心を奪われていたんだ。私が心を戻ったのか。マル、本当にお前なんだな。マル、パパ、すまなかったマル。確かにマルは勇気を奪われていた。でも本当に勇気を失っていたのは私自身だったんだな。オリバー、君はそれを教えてくれた。ありがとう。はい、ソロンさん。私もジャボーと戦うよ。再び一つながりの笛がこの世界に響き渡る日が来ることを信じてな。一つながりの笛？かつて世界が平和やった頃の。そら古い話やで。二の国の全ての王によって少しずつ削り出された平和を象徴する笛だ。その笛の音こそ世界が一つであることを意味している。その笛が吹かれなくなってもうどれくらいになるのだろう。三人の王の仲がごっつ悪なってからは聞かんな。やろうよ。もう一度あの笛の音を鳴らそう。私たちの手で。ああ、そうだな、マル。私もやってみるよ。オリバーたちと共に。ありがとうございます、ソロンさん。
Thank you.
せて。オリバー。え？何？オリバーはさ、
なんで旅をしてるの？ジャボーを倒すなんて普通の子は考えないよ。そうだね。母さんを助けたいんだ。お母さん？うん。僕を助けようとして死んじゃったんだ。でも雫がその原因はこっちの世界にあるって。じゃあお母さんを助けるための旅なんだ。そうだね。素敵だね。え？誰かのために一生懸命頑張るって素敵なことじゃない？私だってオリバーみたいに素敵な旅ができるといいな。ごめん、なんかそっちは大変なのにね。ううん、いいんだ。でもジャボーは手ごわいよ。あいつは人の心を奪って自分に歯向かうものを抜け殻人にしている。誰もあいつに逆らえない。誰もあいつには勝てない。知ってる。でも僕は絶対に倒す。でしょ？あ、うん。でも不思議、全然強そうじゃないのに私オリバーならできそうな気がする。なんでかな？マル。さあそろそろ休もっか。うん。このお方が仙人様か。あの仙人様、私たち試練を受けに来ました。ほら、仙人様じゃないだすよ。え？バカ者、仙人はわしじゃ。そっちは弟子の城主じゃ。
Thank you.
ここが最後の試練。なんや、真っ暗やな。オリバー、あれ。
来たわよ。まる、私もやるよ。行くよ。
せて。行くよ。気をつけて。バル、任せて。行くよ。
が最後の試練。なんや、真っ暗やな。オリバー、あれ。
はい、出す。受け取るがいい。これが精霊のハープじゃ。うわぁ、綺麗。Thank you.
敵なの。マル、私もやるよ。いけ。
こう。
気をつけて。行け。Thank you.
Thank you.